マーででは普通のあの半麺じゃなくて生麺が好き。でも今はこっちは半麺。6時間これを味噌につけて。あ、そうです。あ、そうです。15年前ですから。今私作っているのは15年前です。それで、ちょっと10分ぐらい炒めて、あの生臭い匂いがなくなる前です。それはパプリカと、あとはトマチェいきます。みんな辛いのは大丈夫ですか？そしたら入れます。辛いの醤油 100cc ですね。日本の醤油。日本の醤油です。これ水はちょっとあのなくなるまで。なるまで。はい。これ入れなきゃダメ。ラムテルあのそうですね。あのシャーヌ。あとこれが沸騰したら置いて、あと別にお湯ですね。お湯を別に沸かして。一本ぐらい。ちょっと短いね。これ。すぐ食べないとあのネバネバしてもう食べられなくなっちゃう。これをすぐ入れて。大丈夫です。すぐ。自分で好みでやる。でも本当にこれ色好きになったら完成です。完成です。完成です。はい、出来上がりました。美味しそう。ありがとうございます。美味しい。そしたら美味しい。